で今日実はですねこれを使ってあの音源を実は忘れてくるというちょっとここに書いてあったんですが世界で初めて のラジオ放送は1907年にあのまあ研究者というかアマチュアによって行われましてその時に最初に流れた音楽としてあのあれですねヘンデルの名曲のオンブラマイフを流したというんでその音源を持ってきたつもりが入ってなかったというそれで突如まあオンブラマイフの代わりに今日あの夜に行くんですかってこの夜元さんの、まあ、商品ですねこれをちょっと お借りしてこれを音源にしてみようかなと思って徳永秀明ウィズキーの音声を聞いていただきました。聞いていただきました。ちょっとこれ時間かかりますすいません。インターフェースが果たしてうまくいくかというのがちょっと心配なんですが手が震えてますね。これどうやったらいい。ありましたさすがさすがこれぶっつけ本番でやるっていうのがあのオープンマイクの人間なんですね爆発したりしないでしょうねリハーサルできませんからダメですね。ということも頭に入れてますので、まあ疲れた。まあ、要するに何やるかというと、実はあの島がえらんで下手くそな島朗読をさせていただきます。できるかどうか初めてなもんですから。